こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、抱負記念経理最終日12レース決勝戦の予想をしたいと思います。はい、えー、概要です。えー、非常に自力型揃って細切れ戦ですが、えー、っと、3日間の走りを見てですね、一番、まあ、3日連続でバックを取っている、積極的な三谷が、あの、 えー、決勝戦は、まくりでですね、えー、早めのまくりになりますが、えー、勝機をつかむんじゃないかなと思っております。はい、えー、12エスを決勝戦ご覧のメンバーですね。えー、っとですね、そうですね、えー、っと、非常に難しいですね。 というのは松浦ですら4番車なんで、でえー、ここで非常に重要なのがですね、えーま、軍事が3連勝なんですが、まくりが1回も、まくりというかバックが1回もない。一方、えー、っとそん、三谷が3日間バックをつけている。鈴木も3日中2日。 えっと、結構びっくりなのが、山田がですね、えー、っと、バックが、週一2日ともバックつけてるんですよね。まあ、2日目は二次予選なんですが、割と積極的にレースを運んでるっていうのが、まあ、気になる要素ではありますよね。まあ、えー、っと、他 って言うと意外となくって、初日の三谷、えー、だけですよね。これが非常に、あの、今回の予想のポイントになりました。えー、っとですね、で、まあ非常に細切れ戦なんですが、じゃあ誰がバックを取るか、バックを取りに行くかというかに、積極的に行くかってなると、 まあ、清水もないわけではないんですが、基本的にやっぱり、競輪の、えー、っと、セオリーは、一番格下の自力が、あの、バックを取る、なんですよね。となると、一番格下の自力、先頭を回る選手で、えー、おまけに、あの、一応ラインができている選手となると、えー、新潟を鈴木。 これ、あのー、先輩の諸橋連れてますからね、はい、一番行かなきゃいけないって思ってるんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、となると、その後ろ、まあ、短期の選手がおも多いので流用的、流動的なんですが、まあ、多分三3番手か4番手を回れるであろう選手。3番手はどこも あのこの単走路、33バークですからね、欲しいですからね。となると、どちらが取れるのか。清水もすごく一度にたけてる選手ですからね、えー。で、あと三谷が、まあ、行ってもいいよっていう感じのレースをまたあのすると思うんで、お互い前を、 切るイン,インを切る合戦になるんじゃないかなと、えー、思います。なんで、清水が切ってもおかしくないし、その上をさらに、えー、三谷が切っていくんじゃないかなと思います。で三谷が切ったところを、えー、鈴木、諸橋が一気に叩いて、えーっとまあ、誰かが 短期の選手がついていくかもしれないですが、その、後ろ、まあ、3番手か4番手あったよ、三谷が回れ、回って、清水がその後ろになって、という、えー、展開ではないかなと予想します。で、軍事が後方に置かれるんじゃないかなと、えー、思います。で、えー、っと、三谷の仕掛けどころが、いつになるか、なんですが、まあ、清水が来たと同時に合わせていけば、 いいのかなと思います。もし、えっ、ー、と、基本的にはもう、最終1コーナーから仕掛けて、できるっていう策に出るんじゃないかなと思います。それを清水が追走して、やはり地元ですからね、取りに行きたいんで、まくり追い込みか、えっ、ー、と、場合によっては、村上の、 インに切り込んでどかしてという流れになるんじゃないかなと思いますので。えー、まあ、どちらにしてもやっぱりレースが見えてあ安定してるなと思うのは三谷なんですよね。えっと、連日積極的に言っているのがここあの、こうそうするんじゃないかなと思います。うん、まあ、軍事のまくり三連発。 まあ、追い込みもあるのかもしれないですけど、えー、軍事の三連勝は非常に、えー、気にはなるんですが、やっぱりちょっと出すぎてるんじゃないかなと思って、えー、っと、特にですね、まあ、他に、 え意外とバックを取っている選手が少ないと思いまして、三谷を。えー、三谷があの結構前々に入れるんじゃないかなと本命にしました。で、あまり早め、えっ、ー、と、ホームぐらいの仕掛けだと村上が刺す可能性が、ついていって刺す可能性があると思います。でえー、っと、清水が来ると、こうに仕掛けると、まあ、三谷はやっぱり優勝欲しいですからね。 え村上川を好きに走れって多分言われてると思うんで、そうすると、えー、清水にと並走しながら、最後マッチレースになるんじゃないかなと、えー、思います。そして山田ですね。山田は、あのに、先行の3番手で先まくりを打つ手もありますし、積極的に行ってますからね、えー、っとそ、それから、あの、 三谷、村上の後ろにいる可能性もあるし、まあ、先にまくりを打ってくる可能性もあるんで、やはり、この、積極的なレースは無視できないと思いまして、えー、えー、押してみました。一応、軍事も押えるんですが、やっぱり一度いが後方になりそうなんで、この炭素を届くのかなっていう気はしますね。えー、っと、一応、そうですね、山田、 山田軍事に関しては、基本的には、三谷頭が、えー、基本で、えー、折り返し、山田の頭、軍事の頭は押さえとしてください。 はい、えー。ご視聴いただきありがとうございました。えー、チャンネル登録、まだの方よろしくお願いします。また、この動画最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい。えー、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。